メガトンの核爆発が起きたらどうなるかまとめてみます。昼間の東京を考えますと、およそ30万人の人口が東京タワーから2キロ以内にいます。この30万人は即死です。爆心から5キロの範囲、ここにおよそ300万人、これもほぼ全員死亡です。10キロになりますと、ここには600万人、これもほとんど死亡ということです。次に15キロ圏内、この中にいる1000万人、やはり生き残ることができるのはわずかな数でしょう。この円の中に世界の大都市は大抵収まってしまいます。ということは、ニューヨーク、ロンドン、モスクワ、パリ、北京、みんな全滅です。ところでもう一つ、放射線と効果物の問題があります。放射性物質は風に乗りましてパーッと広がります。たちまち何百平方キロという範囲に死の灰が降ります。この問題はまた後で取り上げますが、たった1個の核爆発でこれだけの被害が出るということです。それが核戦争となれば、多数の弾頭が一斉に発射されるわけで、それは想像を絶するものでしょう。アメリカの首都ワシントンにある連邦危機管理局、核戦争を含むあらゆる種類の災害から国民を守るための中央官庁である。ここに核と市民生活に関する何万という研究論文が保管されている。特にシェルターの居住性についての研究は膨大で1000件に上っている。その最盛期は1960年代キューバ危機の頃である。ジュラルミンパイプによるベッドコーナーの組み立て、段ボールを巧みに使った椅子や机の工夫、限られた材料と限られた空間を使って大勢がいかに生き延びるか。キューバ危機で高まったアメリカ国民の不安感を背景に、さまざまなシェルター実験が全国規模で執拗に行われた。時に実験は最長2週間、参加人数は延べ3万人に達した。危機管理局が今年発行したシェルター教本、居住者の組織法から換気ポンプの作り方まで即座に役立つシェルター生活の具体的指示書である。アメリカが膨大な実験データから編み出した生き残り技術のエッセンスでもあった。 Please unbutton your shirt. Please sit down and be cool. The body heat is generating just unbearable conditionsThe carbon dioxide level is coming up, and we just must reduce our activity. It's cooler on the floor. Yes, ma'am, that's correct. Lay down on the floor. Just get down by the floor. シェルター教本、体温の上昇。居住者の平均体温が1度上昇したら、非作業員を床に寝かせ、人体からの発熱を抑えるとともに、冷たい床からの放熱を測る。研究番号1217番 C75 号、シェルターにおける簡便な換気法、大型うちわと足踏み式扇風機の効果について。人間一人は100ワットの電熱器に相当する。シェルターの排熱や換気をしないまま大勢が閉じこもると、2日目頃から温度湿度が急激に上昇し始め、室内は不穏な空気で満ちてくる。研究番号1200番台はほとんど全てがシェルターにたまる熱の研究であった。スウェーデンの首都ストックホルム、市の中心にそびえるクララ教会。この教会の真下に一般市民4000人が居住できる巨大なシェルターがある。入り口は
国鉄中央駅の地下商店街。ショーウィンドウの裏から長い階段が地下に降りている。深さ30メートル。米ソ冷戦の最中、1954年建設開始、6年後に完成した。ここは地底の空気取り入れ口。地上の空気をダクトでここに導いてくる。空気の温度を下げるための冷却室。地上の空気は数百度の高温となっている。膨大な量の石を何層にも敷き詰めて、その隙間に空気を通して冷却する。石の部屋で外気の熱を取った後、フィルターで死の灰を取り除く。石で冷やし、死の灰を取り除いた大量の空気を今度は氷で冷やす。これは巨大な製氷機。ドラムの表面にできる氷を自動ハンマーで叩いて砕く。こうしてできる15トンの氷の中に空気を通す。居住区の冷気吹き出し口、全部で94カ所。こうしたシェルターは人々が2週間生き延びられるように設計されている。排熱と換気のための巨大な装置、それがスウェーデンのシェルターであった。しかしこのシェルターがその時にどれほど役立つかは誰にもわからない。今全面核戦争が勃発し、アメリカ、ソビエト両国が持てる核の2割を使ったとしたら、1万発5000メガトンの核弾頭が世界中で炸裂する。それは広島型の40万倍である。その時、地上では東京ですでに見たあの惨状が至る所で起きるに違いない。そして地下では、爆心地から遠く離れ、熱戦や爆風の被害を免れた地下シェルターの人たちにもやがて困難がやってくる。シェルター教本 F108 ページ、簡便な換気法より。シェルター生活に入ったら直ちに大型うちわの材料を工夫し、いつでも使えるように用意する。シェルター教本 F105 ページ、室温の上昇が少しでも感じられたら直ちに人々の体温を測定し、
平均体温が1度上昇したら、非作業員を裸で床に寝かせ、人体からの発熱を抑え、高熱を測る。シェルター教本 F102 ページ。シェルター生活と体温。一息切れで湿度 100% の時、室温が35度を超えると精神錯乱者が多発し、体温6度の上昇で死亡者が続出する。北半球の先進国で都市に住む人口13億、ある被害想定によれば全面核戦争後の死傷者は11億。都市は多くが壊滅し、やがて被害は地球全体へと広がっていく。核爆発の後に雨が降る。原油のような黒い雨。爆発の上昇気流がすすを舞い上げ、すすが雨粒の芯となって地上に落ちてくる。強い放射能を帯びた恐怖の雨。人が浴びればひどい障害を引き起こす。広島では雨は核爆発のすぐ後に降ってきた。およそ3時間、北部から西部にかけて炎の中の豪雨である。瓦礫の街に灰が降る。強い放射能を帯びた死の灰である。体につけば重症の障害を引き起こし、吸い込めば体の中でいつまでも放射線を出し続け、白血病やがんの原因になる。核爆発の火の玉は土や埃を大量に吸い上げる。重い塵はすぐに降ってくる。その範囲は時に風下数百キロ。目に見えない細かい塵は成層圏まで舞い上がり、地球全体に広がっていく。放射性の細かい塵、フォールアウトがどれほど広く広がっていくのか。ヨーロッパに全面核戦争が起きたら、放射性の微粒子はどう流れるか。グリーンの点線が放射性微粒子の流れを示す。微粒子はその時の気象条件で流れ方が大きく変わるが、最後は東ヨーロッパ、ソビエトへと流れていく。Global falloutWe have made some estimates. 地球規模のフォールアウトの影響を私たちはコンピューターを使って計算してみました。その結果、北半球の平均で放射線の強さはおよそ20レムでした。Now in those areas that are most seriously hit, particularly 核爆発が多数起きるところ、特にヨーロッパ、北アメリカ、そしておそらく日本などの地域ではおよそ100レムにもなるでしょう。これは自然に存在する放射線に比べて1000倍も高い値です。もう一つ重要なことは、フォールアウトの影響は核戦争後何ヶ月も何年も残ることです。かつて大事故を起こしたアメリカの原子力発電所、現在運転中の原子力発電所はアメリカの82基を最高に、全世界で300基を超えている。
ソビエトのノボポロネジ発電所。ソビエトにはここを含めて35の原発が稼働している。イギリスはウィンズケールなど35基、フランス36基、日本27基。この青いライトがついておりますところが原子力発電所のあるところです。実はこれまで原子力発電所が攻撃された場合については触れていませんでしたが、一部の専門家はこう言っています。原子力発電所は絶対に攻撃されないだろうと。なぜかというと、それは危険が大きすぎるからだ。味方にとっても危険だと。つまり原子炉の中には長期間放射能が残る危険な物質が大量に入っています。ストロンチウム90とかセシウム137で、もしこれがばらまかれると人間の住めない土地が広範囲にわたってできてしまうのです。しかし危険だからといって攻撃を差し控えるというようなことがあるでしょうか。敵に最大の損害を、これが戦争というものです。放射性物質や放射能に汚染された発電所の心臓部が細かい塵となって飛び散っていく。原子炉と核弾頭の両方が爆発したとしたらどういうことになるのでしょうか。この図は一般的な100万キロワット級の原子炉で、事故のため放射性物質の3分の1が漏れた場合、事故から1週間後の想定です。黄色い楕円形は少なくとも2レムの放射線が広がる範囲です。この2レムというのは自然に存在する放射線の20倍以上です。そしてこれが1メガトンの核弾頭が地上で爆発した場合の1週間後の様子です。オレンジ色のマークはやはり2レムの範囲です。そしてこれは1メガトンの核弾頭が原子炉を破壊した時の1週間後です。2レムの範囲は大西洋にまで達します。どの場合も風速 6.7 メートルの西風の場合を想定しています。このように原子炉が攻撃されると核戦争の被害が一層ひどくなることがこれではっきりわかるわけです。では放射線は生物に対してどのような影響を与えるのでしょうか。1984年夏の広島市、町は今美しい緑に包まれている。しかしあの日から流れた39年は、生き残った被爆者には苛烈で残酷な歳月であった。39年前、当時5歳の米田さんは母やいとこと共に被爆した。爆心から 1.5 キロの地点であった。昨日いとこが原爆が原因だと思われるがんで死にました。今葬式から帰ってきたところです。私と同い年ですから44歳。原爆が落とされて30数年経ってこんなことになろうとは本人も考えていなかったんじゃないかと思います。体から血を吹きながら、痛い痛いと言いながら死んでいった。頭の髪の毛は抜け落ちる、そういう状態で死んでいった多くの被爆者と同じような死に方をしましたので、私もとっても人事ではない。次は私の番ではないか。私の母親は59歳で死にましたけれども、今から10年前の原爆が落とされて29年経った12月に死んでしまいました。看病していましても我慢強い母親でしたけれども、体中が痛いのに我慢しながらですね、それも体のあちこちから
血がにじみ出してきて拭いても拭いても舌から出てくるというような悲惨な死に方をいたしました。だいたい1週間ぐらい、苦しんだと思います。その前が非常に長かったわけですから、本人治ろうとして一生懸命だったんですけれども、やはり原爆には勝てなかったと。次は私の番ではないかと。広島市の放射線影響研究所に保管されている5万件のカルテと60万枚のレントゲン写真。広島大学原爆放射能医学研究所の病理標本室。ここには亡くなった被爆者たちの内臓標本が大切に保存されている。標本数6407例。ここからは被爆者たちのうめき声が聞こえてくるようである。発熱、頭痛、めまい、嘔吐、下痢、脱毛、全身に激痛が走り出血が止まらなくなり、やがて体が硬直して死に至る。これが典型的な急性放射線障害の例である。しかしこのような急性症状から奇跡的に回復しても油断はできない。昭和53年までの約30年間の調査によりますと、広島で100ラド以上を受けた方の白血病発生率は、その被爆をされなかった方に比べて約15倍というふうな数字が出ております。その他のがんについては、例えば肺がん、甲状腺がん、乳がんというふうなものの多発が昭和35年頃からだんだんと注目されまして、これらのがんは被爆されなかった方に比べて約2倍から3倍、被爆者の方に多いというふうな数字が出ております。で、最近その他にも、胃がんであるとか結腸がんであるとか、あるいはこの多発性骨髄腫であるとか唾液腺がん、そういったがんにもやや多発の傾向が見られるという結果が得られております。放射線は植物にはどんな影響を与えるだろうか。ここは農業技術研究所放射線育種場。放射線による品種の改良が大きな仕事である。周囲は高い土手に囲まれ、入り口は頑丈な鉄の扉で守られている。真ん中の鉄塔に放射性物質コバルト60を置き、周りで植物を育てる。近くの植物ほど放射線を大量に浴びることになる。ここは小麦の実験区域。去年の11月研究のため種をまいた。ちょうど半年経った取り入れの頃、鉄塔に近い麦は種のまま死んでいる。線量を1日135レントゲンでようやく麦の姿が見え始める。しかし近寄ってよく見ると、多くの麦に異常が起きている。葉はくるくると巻き、穂は空である。線量1日55レントゲン。しかしここでもまだ麦は正常ではない。葉はねじ曲がり、穂は軽い。こうして核戦争は全世界の作物に致命的な打撃を与えていくに違いない。放射線は動物にはどんな影響を与えるのだろうか。鮭の卵に精子をかけて放射線を当てる。
最低10レントゲンから最高500レントゲンまで5段階に分けてガンマ線を照射する。そして2ヶ月後、放射線は多くの生命を傷つけていた。孵化しなかった死んだ卵、孵化までたどり着いても力尽きて倒れた稚魚、そして生き延びた稚魚、その中にも多くの異常が発生した。背骨の曲がった稚魚、50レントゲンから異常が目立ち始め、250レントゲン以上は死に絶えた。稚魚は大きな目が特徴である。目を失った盲目の稚魚、スウェーデンのロデ教授が計算した全面核戦争後の生物の受ける放射線の量は、北半球で20レム、北半球の先進国で100レム。この盲目の稚魚は50レムを浴びたことによる障害であった。ニューヨーク市郊外ブルックヘブン国立研究所の実験森林、ここで放射線照射の実験をしたのがウッズウェル博士である。原生林の真ん中にセシウム137を置き、強力な放射線を18年にわたって浴びせ続けた。実験はキューバ危機の前の年から始まり、1979年に終わった。核戦争が生態系にどんな影響を与えるか、実験が始まって6ヶ月も経たないうちに松とカシの大木が消えた。次に灌木が消え、スゲなどの草が最後に消えた。かつて鬱蒼とした森林は荒れ果てた砂地となって、地衣類と苔類だけが生き延びた。核戦争後の世界、つまり繁殖力の強い微生物が主に生き残る世界とは、また人間に害をなす病気のはびこる世界です。食物を手に入れることが、生きていくことが大変難しい世界です。この実験場で分かったことは、そのまま核爆発の風下で強い放射線にさらされるところに当てはまります。核戦争になればもちろん地球上の各地がどこもここで見るような惨状になるのです。こうした世界は核爆発の爆風、火災などの影響を別としても、人類にとって生存の困難なところになります。全面核戦争で世界中の石油基地が次々と炎上していく。先進国にある石油系の燃料はおよそ30億トン。このうちの3割が燃えると5億トンの煙となって舞い上がる。都市では建造物、アスファルト、石油製品など可燃物の3割が燃え上がり、15億トンの煙となって上昇する。
近隣のおよそ2割が炎上し、3億トンの煙となる。こうして産業設備や都市の3割、森林の2割が炎上すると23億トンの煙が発生し、そのうち1億8000万トンの黒い微粒子が成層圏に入る。これが地球の気候を変えていく。太陽の光が煙の微粒子に吸収される。すると煙が熱くなります。熱くなった煙から煙の上昇気流ができて、高さ12キロから30キロの成層圏に入ります。この結果、正常な大気の循環が劇的に変わります。つまり北半球の中央部に巨大な大気の流れができ、そのために煙が成層圏に入り、そして南半球へと広がっていきます。この映像は日本の気象衛星ひまわりが捉えた1月から7月までの雲の動きである。現れては消える白い模様が雲。この動きを見ると、大気の循環が赤道を境にはっきりと分かれている。北半球は北半球の中で、南半球は南半球の中で、大気はそれぞれの道筋で動いている。この動きが核戦争後急速に変わっていく。例えばもし7月のある日全面核戦争が勃発したら、大気の流れはどう変わり、煙は地球上をどう広がっていくのだろうか。これが7月10日の正常な地球。新たな気流となった大量の煙は成層圏に侵入し、赤道を越えて南半球に流れていく。成層圏を南に流れる煙のスピードは毎秒2メートルから4メートル。煙は平均2週間で南半球に届き、1ヶ月ほどで地球は灰色の星に姿を変えてしまう。この時地表に届く光は真夏の正午の100分の1。北半球の空は真っ黒な雲が厚く垂れ込め、満月の夜の明るさとなる。アメリカ国立大気研究センター、ここのスーパーコンピューターが予測する全面核戦争後の温度分布、これは7月の正常な温度分布である。青いところが氷点下の地帯で、今は極地に限られている。この状態が核戦争後どう変わっていくのだろうか。核戦争後2日目4日目、大陸内部に青い地帯が現れる。6日目、そして8日目、大陸の温度低下は急激である。この時北半球の穀倉地帯は壊滅する。夏場に向かう植物は細胞に多くの水分を含み、急激な温度低下に適応できないからである。10日目、ヨーロッパ、ソビエト、北
北アメリカは凍結する。大陸の冷え切った空気がまだ冷え切っていない海の方へ熱風となって流れていく。陸から海へ長い嵐の期間が続くのである。核戦争がもたらす突然の冬、科学者たちはこれをニュークリアウィンター、核の冬と名付けた。そして科学者たちは核の冬は現存する核のわずか 0.5% でも起き始めると予測した。 0.5%、 100メガトンの核弾頭は現代の戦略潜水艦わずか5隻分である。I would like to show you just one example of the temperature drop. 去年の12月、アメリカ議会で一つの公開討論会が開かれた。核戦争で激変する地球の気候について。招かれた学者はアメリカ、ソビエトともに4人ずつ。ソビエトでの研究結果を述べる科学アカデミー会員のアレキサンドロフ博士。In January, it will be something minus 40, minus 60 Fahrenheit. The same picture will be over the. アメリカとソビエトの科学者たちが別々の方法で研究した2つの結果は共に1つの結論を示していた。それが核戦争後の地球凍結である。Up to minus 50 degrees centigrade. Over West Siberia, minus 50 degrees centigrade.Over Latin America, minus 22 degrees centigrade, and so on. 海が冷え始めるにつれ、風は弱まり、岸辺の海も凍りつく。海の中で育つ植物プランクトンが、まず太陽の光を失って死滅する。そのためにプランクトンを餌とする小魚が飢えて死に、やがて大きな魚も絶滅する。氷点下の地域は日を追って南に下がる。やがて砂漠も凍りつく。7月の核戦争から40日目の世界の気温はニューヨーク摂氏マイナス15度、パリマイナス20度、ストックホルムマイナス30度、モスクワマイナス30度、サウジアラビアのリヤドマイナス16度、ニューデリーマイナス8度、東京マイナス5度。これはソビエト科学アカデミーコンピューターセンター大気モデル部長ウラジミール・アレキサンドロフ博士の予測に基づいて割り出したものである。この状態が続く期間はある学者は半年といい、別の学者は3年という。核の冬が1年続くと南半球も凍りつく。
あらゆる作物が寒さの中で壊滅し、核戦争から遠く離れた南半球の人たちにも生存の危機が訪れる。地球上の動植物およそ3000万種類、その半分が熱帯のジャングルに生きている。いずれも温度変化には極めて弱く、わずか数度の気温低下で多くの生物が絶滅する。かくしてわずかな期間に熱帯降雨林は死の森になり、後にそこは広大な砂漠になっていく。それは同時に最も大きな酸素の供給源を失うことでもある。爆発、炎上、核の冬、激烈な環境変化の最後に紫外線と有毒ガスが登場する。核の冬が終わると成層圏のオゾンに問題が起きます。成層圏にあるオゾンの層は普段は太陽の紫外線を吸収して地上の生き物を守っています。核爆発による火事の煙と一緒に大量の化学物質が成層圏に入ります。核の冬が終わって太陽光線が通りやすくなる。すると化学物質がオゾン層を破壊します。その結果大量の紫外線が地上に降り注ぎ、それは皮膚がんや失明の原因になります。ところが反対に地上に近い対流圏ではオゾンを作る反応が起きます。オゾンそのものは生物にとって有害な物質です。生き残った動物植物がいるとしても動物は呼吸障害を起こし、植物は枯れてしまいます。有毒ガスと紫外線、この両方の直撃を受けて生物はさらに窮地に追い込まれている。植物という覆いを失った地球の気象は極端でまた苛烈である。照れば干ばつ、降れば洪水、大地はひび割れ、山は崩れ、砂嵐が吹き荒れる。核戦争の全ての影響が去った時、地球は一体どんな姿になっているのだろうか。ある科学者は石器時代を予測し、ある科学者は6億年の昔だと指摘する。6億年の昔とは、地上に原始的な生命がようやく現れ始めた頃のことであり、その風景は月面にそっくりだという。いずれにしても現代文明は消滅し、社会は確実に崩壊する。世界の総人口現在48億、このうち全面核戦争後しばらく生き残っている人たちはおよそ10億。しかしこの10億にも苛烈な運命が訪れる。地球全域にわたって放射線障害が多発し、伝染病が蔓延する。それに立ち向かうべき医療はもはやない。そうした中で核の冬が続いていく。ヨハは
瞬く間に第三世界へと広がっていく。先進国からの食料供給が停止し、飢餓が襲う。自然は荒れ狂い、荒廃に拍車をかける。では一体全面核戦争後に生き残る生物はあるのだろうか。核の冬の研究を行った生物学者は、人類の絶滅もあり得ると感じています。生き残る可能性があるのは洞窟に暮らす動物です。放射線に比較的抵抗力のあるゴキブリは、シェルターで死んだ軍人の死体を食うなどしてどこかで生き延びるかもしれません。他にもゾウムシとかネズミとかハエなどが幸いにも生き残るかもしれません。しかし大部分の種は完全に絶滅するか、その数を大幅に減らすことでしょう。西ドイツの南、スイス国境の町フライバーグの山奥にシェルターがある。文化遺産を保存する世界でたった一つのシェルターである。鋼鉄製の円筒形コンテナ、コンテナの中に入っているのはマイクロフィルムである。ドイツの歴史に名を残した有名人の日記や著書、ドイツが今までに結んだ国際条約など、この9年間に運び込んだ合計は327個、3300万枚のマイクロフィルムがシェルターに入った。しかしその時にまだ蓋を開ける人間が生き残っているのだろうか。このコンテナの蓋が開く時、地球はどんな姿になっているのだろうか。皆さんご覧になってどのような印象をお持ちでしょうか。番組の中で5万発の中の2割という数字が出てまいりますが、これは全面核戦争の場合、米ソ両国が保有する5万発の核弾頭の中の少なくとも2割が使用されるということを想定しております。米ソの軍事専門家の多くも第三次世界大戦の場合、2割ないし5割の核弾頭が使われるということを考えておりますから、この2割という数字はミニマムのものであるということをご了解いただきたいと思います。また番組の中のいくつかの想定の映像は、1977年にアメリカの国防総省およびエネルギー省が発行した核兵器の効果を基礎とし、核物理学者バーナビー博士の厳密な検証とご指導によって NHK が作成をしたものであります。で、したがってこれは単なる SF の世界、あるいは空想の出来事ではなくて、
厳密な科学的な推定に基づいた事実の事柄であるということをご承知願いたいと思います。いずれも天変地異の問題ではなくて、人間が人間に対して与えるかもしれない運命に関わる事柄であります。我々はそれをどのように考えていったらよろしいでしょうか。窓の外を眺めてください。何が見えますか。黒い木立のシルエット、静かな水面に映る影、それとも風にそよぐ黄金色のほなみ、耳には鳥たちの歌、それともささやくような川の流れの音、自然が優しく語りかける声にあなたは何と答えますか。この30年間核の競争を終わらせるために政治家たちは努力を続けてきました。しかし失敗です。今それをやめさせるには世界の人々が強く主張することしかありません。私たちはこの番組を通じて核戦争とは何かということをできる限り詳しく描いてきました。第三次大戦はまさしく最後の戦争になるでしょう。だからこそこの戦争を起こすことは絶対にあってはならないのです。募集のお知らせです。 NHK 青森放送局ではローカル番組のモニターを募集しています。応募の資格は18歳以上で、青森県にお住まいの方であればどなたでも応募できます。モニターをお願いする期間は10月から来年3月までの6ヶ月間で、募集する人数は11人です。モニターご希望の方はハガキまたは電話で、郵便番号030青森市松原2丁目 NHK 青森放送局モニター係、電話番号は 0177-74-5111 番へお申し込みください。折り返し応募要項をお送りします。申し込みの締め切りは9月の4日です。ローカル番組のモニター募集のお知らせでした。こんばんは。8時50分になりました。青森から